座った瞬間に大きくやっぱ超えた気がしたんですね。乗った瞬間からその安心感とか、この車になんか身を任せられるみたいなのがこう伝わったんですね。パッとやっぱ大きくはシートかもしれないですね。走りのレベルは本当高いですね。なんか欧州車に挑戦できる。乗り心地もいいし、運動性能的にもすごく乗りやすくなってるんですね、実はね。ただ剛性上げただけでは絶対ないと思うんですけどね。車の奥深さを感じますね。普通はだいたいもう20キロぐらいで動き出して、20キロぐらいでハンドルこうほんの1ミリぐらいかな、あとは力を加えるぐらいで車が動くかどうかってのを見ると、だいたい8割方高速までの動きが実は予測できるんですけど、こう来た時に破綻してないことなんです。今の動きに、今のは破綻してないんですね。ハンドル切ったことに対して車がどう動いてくるかっていう、そこの一点に実はすごい集約されるんですね、車の動きって。プロと言われる人は、ね、ほぼそこで評価するんですね。だからレーシングドライバーもそうなんですけど、なんかピットロード出た瞬間にいいとかね言う人がいるんですね。ハンドル切ってこう人間があそこ行きたいっていうこう来た時に、それで間違いなくいけるっていうね、なんかその信頼感みたいなのもできるんですね、そこで。そういう車であってほしいなと思って乗ってみたら、まあほぼそれがなってた。ああいうのってね、遅れがないんですよね。で、遅れがないっていうのは、後輪のコーナリングホースの立ち上がりすごい速いので、だからこう車が暴れないんですね。それだけでなんかね、車ってレベルが全然上がりますよね。1.8 リッターでこんだけ低速トルクがあるっていうのは、正対向なんてのはめったにないエンジンになりましたけど、コントロール下に収めたって感じがしますよね。ニュルブルクリンクのレースでも本当にあの水平対向の EJ20 が本当にいい働きをしてくれて、本当に不可欠なエンジンですね。一般のユーザーもレーシングドライバーも全く一緒で、その安心感のないもので速く走るとか安全に走るとか楽しく走るとかってできないんですね、結局は。やっぱりそこをきちっと作ってやると、本当にどっちもレースだったら速く走れるし、一般車であれば道路を気持ちよく走れて楽しかったね今日のドライブはっていう、多分そこにつながると思うので、やることは狙いとか考え方はそこは全く一緒ですね。当然高い複雑になるしセットアップも大変ですけど、やっぱりよくできていくと制御しきれないところを直せるっていうのが、やっぱりこういうサスペンションが求められる。ランパーだけいじってあそこまで良くなる車ってなかなかないんだよね。すごいよくできてて、私の経験からいくとなかなか4つ分けるってね簡単にできないんですけど、明確に分かれてるのに逆に驚きましたね。今スポーツモードで走ってるんですけど、決して硬すぎずなんですけど、すごくこうワイヤーの動きも抑えられてて、十分スポーティーなダブルアレックス的な走りも十分これ耐えられる感じがしますよね。コンフォートにしたら、じゃあ浮ついて走れないのかなと思ったら、いやこれも全然しっかりしてて全く違和感なく乗れるし、ハンドルも軽くて楽ちんだし、あいい車だわっていうのがちょっとしましたね。それがファーストインプレッションですかね。